草津線は、三重県伊賀市の津毛駅から、滋賀県草津市の草津駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。主に、蕎麦川、安川沿いの高賀地域を走る。沿線の町は、休宿場街や農村を形成し、田畑を中心に広がっている。比較的平地を走るが、三雲駅清井川駅間では、山と川の狭間の林を縫って、旧蕎麦街道と並走する。 甲賀駅、杉駅間も森林地帯を貫いている。電車運転であることや、三雲駅、清井川駅間の一部区間を除きほぼ直線が続く上に、駅間距離が長いため、単線の各駅停車としては表停速度が速い。また、草津駅から名古屋駅までの距離は、前原駅経由より、草津線から四日市駅を経由する方が短い。しかし、 工日の通り現在は直通列車はなく、所要時間は乗り換えなどで長くなる。かつては三雲駅や清井川駅で貨物営業を行っており、また東海道新幹線の開業前は関西本線と結んで東海道本線のバイパス的役割も担っていたため、関西本線と東海道本線を結ぶ貨物列車も多数運転されていたが、現在貨物営業をする駅も 貨物列車の運転もない。全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び IC 乗車カード、愛股下エリアに含まれている。路線記号は C。全区間を京都市社が管轄しているが、営駅付近は道本部の大阪支社亀山鉄道部が管轄している。関西鉄道の車門が残る国部橋梁沿線の鉄道構造物は、 明治期の早い時期に付設されたものが、現在に至って使用されているものもあり、その構造や装飾などに、草津線の前身の関西鉄道の社員を残すなど、衣装に富んだものを散見することができる。開業の経緯により、津毛駅を発車した草津線の列車は、関西本線が左に分かれていくのに対して、直進して草津駅を目指す。津毛駅には、引上げ線が設けられておらず、 電流線への入れ替えの際は、草津線の本線で引き上げる。林の中を進み勾配を登り切ると、滋賀県道、三重県道4号草津伊賀線の高架橋をくぐり、道県道とほぼ並走して、清川方面を目指す。間もなく、三重県から滋賀県に入るが、この周辺にはゴルフ場が多く点在している。県道四号が右側に並走してしばらくすると、 草津線の西側には、塩の犠牲薬の研究農場がある。青野川を渡る付近で、丘陵地帯を抜けて、住宅街が見え始めると、油火駅で、郊外駅、寺小駅と続き、郊南駅付近まで、ほぼ直線が続く。この付近の駅間は、住宅が点在し、田畑が広がる、田園地帯になる。郊外駅、寺昭駅間で新名神高速道路と交差し、 県道4号もこの区間で、草津線の東側から西側に移る。寺庄駅から蕎麦川の東側を走行し、左側から、しがらき高原鉄道しがらき線が寄り添ってくると、国道307号の高架橋をくぐって、清井川駅に到着する。清井川駅から、大見鉄道本線が右側にカーブして分かれていき、すぐに蕎麦川を渡り、その西側を走行する。 林を抜けると蕎麦川から合流した安川になり、左へカーブして三雲駅に至る。安川の対岸は国道1号が位置しているが、三雲駅の北側で安川を渡って草津線と並走する。高生駅から右手は工業団地が多く存在している。石辺駅の先で再び安川と接近し、名神高速道路をくぐって立東市に入り、 名神高速道路の立東インターチェンジの高架橋をくぐると手元駅ですぐに国道1号をくぐる。やがてさらに東海道新幹線をくぐると右手からかつて東海道新幹線の離島信号場から分岐していた保守基地からの引き込み線跡が寄り添い築堤上を並走する。やがて並走していた引き込み線に京都方面から草津線に直通運転する。 高架橋の線路が分岐し離れていき、大きく、左にカーブして、草津駅に到着する。普通列車のみの運転で、日中時間帯は1時間に、草津駅、清川駅間で2本、清川駅、杉駅間で1本の運行である。客車時代には、多くが、京都駅や鳥羽駅へ直通していたが、起動車、電車化により、船内折り返しが主となった。しかし、 草津線を利用する乗客の大多数の流動が、大津駅、京都駅を向いていることもあり、現在も朝夕には、京都駅発着の直通列車があり、平日は、草津駅京都駅間も全駅に停車するが、一部の列車は外側線を走行している。戦前から1965年まで続いた、姫路駅戸場駅間の快速列車と、その格上げ列車の島のほか、 京都駅と名古屋駅を草津線経由で結ぶ平安京都駅から南京へ向かう熊野などの機動車による急行列車があったが近鉄特急網の整備などによって利用者が減少し日本国有鉄道末期にいずれも廃止されたこれら3州の急行の草津線内停車駅は1978年時点で草津駅清川駅津毛駅のみであったこのほか。 かつては、伊勢神宮参拝の団体列車や関西から伊勢島へ向かう修学旅行列車が関西本線直通で走っていたが、それらも新名神高速道路の開通後はことごとく、バス利用に移行したため運転されなくなった。また、軌動車列車の時代には、しがらき線への直通もあり、JR 加護も臨時の直通列車があったが、 1991年5月14日の列車衝突事故後、直通列車は運転されていない。徐々に列車本数は増加しており、国鉄分割民営化後に、草津駅清井川駅間は昼間毎時2本の運転まで拡大された。沿線はモータリゼーションが進展しており、自動車依存度の高い地域ではあるが、この地域の動脈である国道1号の道路事情が、 片側一車線と良くなかったこともあり、2008年に新名新高速道路が開通したとはいえ、利用者数が減少するまでには至っていない。また、地域の自治体が草津線の各駅を四重橋とするコミュニティバスを多数運行し、地域の足として草津線が位置づけられているため、自治体、利用者からは比較的暖かく迎え入れられている。駅、寺駅、 油冷駅は停留所で列車交換設備がないため1時間に3本以上の列車本数の増加は難しい状態である。そのため自治体、住民からは伏線化、増発の要望があり、現在は滋賀県や沿線市町で構成される滋賀県草津線伏線化促進規制同盟会が草津線の伏線化に向けた取り組みを進めている。今後もしばらくこの沿線の特に 草津方では人口増が見込まれ、また県と地元市の公費補助による新駅設置や複線化の可能性もある。一方で、新名新高速道路開通により、国道1号は混雑緩和が進み、また土山バス停に停車する京都駅、大阪駅発着の高速バスも登場するなど、特に清井川駅等においては、周囲の環境も変化している。 今後の草津線の発展は地元の支援をどれだけ集められるかに左右される情勢である。関西鉄道として開業した当初は草津を起点としたが、現在の草津線は杉駅が起点である。草津線では、上りの杉方面の列車が発着する乗り場を一番乗り場にしているため、草津が起点であった時代には、駅舎側が一番乗り場であった石部駅や江南駅では、 起点変更に伴い、駅舎側が一番乗り場ではなく二番乗り場になっている。各年度の平均通貨人員、旅客運輸収入は以下の通り、113系、電車117系、223系すべて電車で運転されている。旧、東海道沿いに大津と名古屋を結ぶ鉄道を計画した関西鉄道の最初の路線として1889年に開業した。 1969年には、東海道本線の複々線化に合わせて、で、現役草津駅間の一部区間が高架化され、東海道本線を乗り越す立体交差で合流するようになった。合わせて、草津駅を出て、道駅構内の転車台直前でカーブしていた、急線は廃止され、営業距離が 0.3km 伸びている。1980年には、全線が電化された。 清井川駅特撮駅が JR 西日本直営駅、津毛駅、油日駅、甲賀駅、甲南駅が簡易委託駅、それ以外の各駅は JR 西日本交通サービスによる業務委託駅である。石部駅で現駅間、清井川駅三雲駅間に新駅を設置する構想がある。ありがとうございます。